今回は芝生を始めようか迷っている方、芝生をやってみたけど管理が大変でやめようかと思っている方を対象とした内容になっています。自宅の芝生を管理する上で、果たして我が家のような面倒くさいお手入れは必要なのか、もっと適当管理でも芝生って維持できないの、といったことを語ってみたいと思います。私のチャンネルに来られる人の多くが、芝生をきれいにしたい、そのための管理方法を知りたいって方々だと思っていました。そのためにこのチャンネルでは芝生のお手入れの動画をいろいろと作ってきたつもりです。先日こんなコメントをいただきました。めんどくさい、後悔する前に気づけてよかった。私の動画によって芝生を諦めたというのはとても残念ですが、ある意味この方にとっては良かったのかもしれません。何も知らずに芝生に手を出して、何の手入れもしないで残念な芝生になって、後になって芝生なんてやるもんじゃないって気づくよりは、やる前から気づけたのだから。ただ誤解してほしくないのは、これだけしっかり手入れをしないと芝生を維持できないというのは間違いです。芝生は何の手入れもせずに放っておいても、まず枯れることはありません。雑草が生えたって、病害が発生してハゲを作ったって、すねくらいまで伸ばし放題だって、何年も芝を維持することができます。そもそも家庭の芝生に限らず、用途によって芝生の管理方法は異なります。サッカー場やゴルフ場などのスポーツターフ、校庭、園庭、公園や緑地帯という順に、集約管理的な芝生から粗放管理的な草地へと管理レベルが変わります。集約管理とは、専属のグリーンキーパーが日々徹底的に管理して常に最高の状態を維持させているような管理方法です。芝生管理のための機械や資材にかかる経費、労力、人件費などをかけて芝生を最高の状態に維持しています。一方で粗放管理とは、経費を抑えて手を加えず放置させながら芝生を管理する方法です。自治体が管理する公園や河川敷のグラウンドの芝生など、大した手入れもしていなくても何年も枯れることなく芝生として存在しています。芝生の目的、管理の仕方や度合いによって集約から粗放のレベルも変わってきますが、結局は費用対効果です。スポーツターフではお金をかけてでも最高の状態に芝生を仕上げることで、綺麗な芝生でプレーしたいというお客を呼び込み、最高の状態で最高のプレーをする選手を見に来るお客も増えるということになります。ハゲハゲのフェアウェイ、ボロボロのグリーンのゴルフ場なんて、いくら安くても行きたくないし、雨でもないのにボコボコの芝生でボールはイレギュラーするし、選手は足を取られてまともにプレーできないようなスタジアムのサッカーの試合は見る気がうせますよね。サッカー場やゴルフ場のフェアウェイなどでは、擦り切れからの回復に優れたキフトン芝などが使われています。ゴルフ場のグリーンには緻密で美しく転がりの良いターフを実現できるベントグラスが主流です。家庭のお庭で使用する場合、どちらも成長が激しい品種なので頻繁に刈り込みが必要ですし、我が家の芝生でもおなじみベントグラスなどの寒地型西洋芝は病害が出やすく、夏の暑さにとても弱いので、夏越えに向けた管理が必要になってきます。逆に自治体が管理する公園や河川敷のグラウンドの芝生などは税金によって維持されているため、管理のために必要以上に経費を割くわけにはいきません。施肥や芝刈り、エアレーションなどすることなく、ほとんど手をかけなくても何年も芝生として維持できる野芝やセンチピートグラスが選択されます。野芝もセンチピートグラスもとても強い品種ですが、葉幅が広く密度も粗いので、見た目という面では妥協が必要です。もちろん野芝やセンチピートグラスをしっかりとお手入れして、綺麗な芝生に仕上げておられる方々も多くいます。あと寒地型西洋芝で粗放管理したら、間違いなく夏越えに失敗してしまいますので、ご注意ください。安易に西洋芝に手を出して 2,3 年後にポツンポツンとサバンナの草のようになってしまったお宅をいくつも知っております。手入れが大変なティフトン芝や寒地型西洋芝と、強いけど見た目がちょっと残念な野芝やセンチピートグラス、これらの中間に位置する高麗芝がやはり家庭の芝生として一番適していますかね。
高麗芝はそこそこのお手入れで程よく綺麗な芝生を維持できます。もちろん集約管理で綺麗な芝生に仕上げることもできるし、逆に粗放管理にしても枯れることなく芝生を維持できます。手をかけないで芝生を綺麗にしようなんてことはプロのグリーンキーパーさんでも簡単なことではありません。どれだけ芝生に労力やお金を費やしたかで芝生の仕上がりのクオリティが決まります。ただ労力やお金のかけ方を間違えるとそれに応じた品質が得られないこともあります。最低限の知識を持ってオーナーさんのできる範囲でお手入れしていればそれなりに綺麗な芝生を維持できるようになります。年に 1,2 回の芝刈りだっていいんです。全く芝刈りしないよりは。我が家の近所にもそんなお宅いっぱいあります。芝生は草取りが大変というどこかからの入れ知恵があったのか、芝生を張らずに土むき出しのお宅もありますが、そんなお宅も毎日毎日草取りをしていますし、全く放置状態で真夏には庭に背丈くらいの雑草が生い茂っているというお宅もあります。雨の後は土がぬかるんでしまい、とても庭には立ち入れないようになってしまいます。お庭をコンクリートにすれば芝生のようなメンテは不要ですが、夏の照り返しで家の中が暑くなります。では人工芝は、芝刈りもいらなければ雑草もほとんど生えません。ほとんどというのは、人工芝の施工のやり方によっては隙間から雑草が生えてきたりもするようです。冬も緑の色そのまま、憧れの常緑の芝生です。でもその緑が冬場には違和感でもあります。常緑と言われるベントグラスでも真冬には少し色が落ちますからね。安い人工芝もありますが、見た目がチープなので天然芝のようなクオリティの人工芝となると初期費用として天然芝の5倍から10倍かかるようです。人工芝はメンテにかかるコストはゼロですが、寿命が10年弱と言われています。ものによっては20年近く持つものもあれば2年で劣化してしまうものもあるそうです。ポリエチレンやポリプロピレンといった樹脂でできているので紫外線による劣化は避けられず、早い段階で色あせが現れて外観だけでなく使用する上でも問題が現れるようです。天然芝なら傷んでも自己再生されるのですが、傷んだ人工芝は人の手で張り直す必要があります。寿命が来たら初期費用と同じくらいかかる覚悟が必要です。また人工芝は真夏の炎天下では表面温度が70度近くになることもあるそうです。とても夏はお庭でバーベキューなんて言っていられませんよね。人工芝は太陽の光を吸収し、そのエネルギーは熱に変換されます。同じ緑色をした天然芝ですが、吸収した光のエネルギーを光合成に使っているので熱のエネルギーに変換される割合も少ないのです。また天然芝の場合、常に土壌の水を吸って葉から蒸散が行われているので蒸発によって熱が奪われることから周囲の温度を下げる効果があります。ゴーヤやアサガオなどで作る緑のカーテンが涼しい理由がこれらです。事実、昨年の8月浜松市が日本歴代最高気温の 41.1 度を記録した日も、自宅の日陰で気温を測ると40度だったのに対し、日向にもかかわらず芝生の表面温度は38度程度でした。ミスト状のシャワーを浴びると涼しいと感じるのと同様、蒸発熱の効果は絶大です。確かに芝生はお手入れが大変かもしれません。でも芝生なんて時々水やりして月1程度の芝刈りと草取りだけで見違えるようにきれいになります。ケンブリッジ大学のキャンパスにあるようなきれいな芝生にしたかったら、ひたすら芝刈りと水やりをしなさいとケンブリッジのトリニティカレッジ学長でノーベル賞学者の J.J. トムソン教授も言っています。それだけでいいんです。ただ我が家ではパッティンググリーンのようにクオリティの高い芝生を求めるため、日本の梅雨の長雨による病害や生育不良などへの恐怖から念には念を入れてエアレーションをしているだけです。それを皆さんに押し付けているつもりはありません。自宅での芝生管理、
自宅でのパッティンググリーン管理の一例として皆さんの参考になればということで動画を公開しています。私が芝生を始めた10年ほど前は自宅でベント芝なんて無理、素人が手を出す芝ではないなんて言われていましたが、時間がないサラリーマンでありながら芝生ど素人の私が適当な管理で10年間ベント芝をパッティンググリーン品質で維持できています。私のチャンネルを見て芝生は面倒だから無理とは思わずに、皆さんは皆さんの生活スタイルに合わせて無理のない程度に芝生と向き合って芝生ライフを楽しんでいただければと思っています。このチャンネルでは自宅でパッティンググリーンを仕上げる様子を公開していきます。ご視聴ありがとうございました。